んにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビットアーをやっていきたいと思います。さてですね、一生あげたものの、いまいち調子が良くないクラワンカリバーズなんですが、また2位のチームアスカディアーナーとやることになりましたね。これはまた厳しい。メンバー落とそうか、フルメンバーへ戦おうか悩むとこではあります。これはくるみを入れるとして、緑で最初から出すと、まあでも逆に出してみるのもありかもしれないですね。まあ、10人になった時に疲労度が激しくなるんで、そこら辺はちょっと恐れるとこなんですけど。窓から出そう。メガ口って変わって。ただ、メガ口もいいんですよね。だから、ミオに変わって、メガ口を出して、深さは悪くないんだけどな。から出そうか。福山を出したいですね。彩香はいい選手ではありますね。彩香をも、こちらだとチェンジ。こちらから福山を出しましょう。で、夏希でいいのかな。ジョーコにしよう。まあ、こんな感じでローテーションを回していきたいと思います。イエローカード落ちが2人あるっていうのは、まあ気がかりではあるんですけど、これでどこまで、いい試合ができるか。まあ、相手がホームということもあり、これは苦戦必至と見られてますね。それでもまあ頑張ってほしい。いいとこまでは、引き分けでも最悪いいとは思います。と、イエローつくなら終盤ですね。終盤にすれば、出場できないで、チャラになりますからね、イエロー。何これ?ふわっと浮いて、ふわっと浮いてガサッと入った。まあ、負けたら負けたでいいか。ちょっと主力選手、女子の主力選手は、ダメだったら下ろしましょう。まあ、これで負けてほしくないですね。ちょっとあっさりすぎる。おっと?さあ、ここで?お、ナーコ。くるみが、届かないか。やっぱり N22 は強いな。うわ、タバレスすごい。お、なんとか、外に逃したけど。おっと、ジョーコー、後半だ。危ないぞ、これ。もう、救いましたね、ピンチを。さあ、くるみ。藤原から。あ、これはさすがに。ゴール前に誰もいなかった。さすがに無理があったか。さあ、藤原から福山。みのり。あーっと、オフサイドか。ちらっと見てますけどね。さあ、鹿のチーム、なんか7交通っぽいマークですよね。7交通って、奈良県のローカルバスで、京都府も、
あの、京町製菓でおなじみの製菓町とか、あの、一休さんでおなじみの京田辺市まで入ってきてます。それで、そのバスの、そのに、横のところに、危ないな、バスのよ、車体の横に鹿のマークを乗っけてるっていう、近鉄グループのバス会社ですね。入った!同点!なんとって、まあ、相手が2位ですからね。うまいね。しかし、チャンスは逃さないくるみ。さすがです。さあって、ここは耐え時ですね。あ、ここで前半終了ですね。スタミナは落ちてない。ちょっとまどかが落ちてるか。チェンジ時かな。行きましょう。勝負行きましょう。深沢にチェンジです。菊池一世、変えたくないかもしれない、まだ。スタミナは一緒か。じゃあ、菊池に変えましょう。これで、後半、チャレンジしたいと思います。早めに手当て打っといた方がいいですからね。さあ、浜田、おっと、出たー!届かなーい!惜しいです。惜しかったさあ、栗田、おっと、ちょっと嫌な流れお、いや、うまいおっと、ペナルティ取られちゃったやはい、入れられた、浮きつえられなかったかしか言わないのか。ペナルティーキックを取られた。時短打踏んでますね、選手が。さてと、選手交代をしないといけません。ただ、ミオも羽生田もそんなにスタミナないんですよね。黒田がいいのかな。実は夏木も、夏木のスタミナがそんなに良くない。このチームやっぱりスタミナが何なんですよね。まあ、ミオ、見えますか。どっちが、ミオをカルベと変えましょう。まあ、カルベもスタミナが、スタミナと言いますか、イエローカード一つも持ってて、出したいんですけど、ちょっと勝負がかかってきてるんで、ちょっとマジモードへ行きたいですね。おっと、7個入った早くも同点面白くなってきましたよ、この試合。まさか自分で決めるとはな。菊池がうまいパス。ジャネットが必死にガードするんですけど、それをかいくぐって。お見事でした。さあ、同点を、こうなったら同点っていきたいとこなんですけどね。取れたらまずい。あ、やばい。1対1だ。あっと、うまくナイスキープした。ミオがうまくクリアしました。くるみ、渋谷に捉える。小西。おー、ミオをかいくぐって。あっと、パンチぐらいはまだピンチは続く。やばい。あー、取られちゃいました。きついなー。もう小西が見事でしたね。がらきになって。福山を守っていたんですよ。それをかいくぐって。前線はしてるんですけどね。
さあ、何としても点を取りに行かないといけない。ここはあっと待っている、くるみ、深澤、越え合えない、入り組んでるが、あーっと、抜け合いちゃったか。あーっと、ダメ押し、4点目、痛い、これは。完全にやられましたね。力ついたっていう感じやな。やっぱり2位のチームは強いっていうのが分かりますね、これを見ると。マジモードでやったんだけど、厳しいな、反則誘え。くるみから菊池、くるみ、あー、これ、見た。あー、カラオケが出た。なあ、こ。さて、ちょっと。あ、やばい。浜田にイエローカード。終了前なのに、また、ペナルティキックか。最後でしょうね、これ。おっと、キーパーうまく防いだ。ちょっと浜田のイエローは痛いな。イエロー、そう。わざと反則もらって、イエロー2つで、イエローを消化するつもりが、今度は別の浜田が、イエローを捉えちゃいましたね。ちょっと最後、嫌な流れでしたね。キーパーよく防ぎましたよね。さあ、くるみが、ここはすごかったんですけどね。これでも勝負あったのかなと思ったんですが、すぐに菊池、ナーコが反応し、ジャネットのブロックも防いで、なんですが、すぐにこのトモエダを栗田が、もう小西の背も前ですよね。惜しかった、ここチャンスだったのに。そして決定的になる4点目。渋谷から、まあ、うまいセンタリング上げてタバですが、頭で確実に決めて、48% と試合率は上がってるんですけどね、まあ、シュートでは見劣っていた。これで最下位転落です。まだ勝ち点は並んでるんですけど、得失点差でドラマミラージオに負けてますよね。まだかろうじて支持率は 100% は取ってるんですけど、予算はあるから、浅見を増やさないとあかんかな。6000万はきついですよね。浅見クラスの女子選手だったらいるんで。長く持っとくには、パッとしないですね。ゴールアシストの数も見ても。わざわざ取る選手じゃない。取ったら強化しないといけないですからね。
はい、というわけで、悔しい、そして痛い敗北になりました。まあ負けてもともとだと思ってたんですが、ディフェンダーの浜田がイエローカードを取ってしまったのはちょっと悔しいなと思います。次はイーダビスタ戦、これはですね確実に勝っておきたいですね。練習試合あるんですけど、おそらく練習試合せずに次へ挑むかと思います。ですので次はおそらくイーダビスタとの公式戦になるかと思います。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。ツイッターブログをやっております。説明欄に記載しておりますので、よろしければ見てください。また、当ゲーム動画で行こうではチャンネル登録者数の増加を希望しております。ぜひ、見た方でまだチャンネル登録されてない方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後に20秒ラストで流します、動画リスト、関連動画へのリンク、そちらもクリックして他の動画を見ていただくと嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。